森内縁官殿二尺玉、いきなり三重神菊崎紅銀杏八重神しだれ八甲崎入り青崎白点滅御丹分かんない。その子供たちは今中学生になり、あの時の誓いを胸に精一杯生きていることと思います。会場にお越しの皆様の中には、毎年赤川花火大会を楽しみに足を運んでくださっている方も多いかと思います。24回続けてきたこの大会ですが、一度開催舞台を検討したことがありました。実行委員会では2011年の3月11日に起きた東日本大震災で、同じ東北に住み家や家族を亡くした人たちがいる中で、例年通り開催していいのかと迷いがありました。こういう時だからこそ開催しなければならない。我々にできることは何なのか。同じ地域、東北を元気にするために行動し、勇気、希望といった心の支えとなる心の支援も大切だと考え、開催とともに希望の光プロジェクトを立ち上げました。この光プロジェクトでは、宮城、福島、岩手と3年にわたり震災に遭い、修学旅行も中止になってしまった5、6年生を中心に花火大会に招待しました。笑顔にしてあげたい、そんな思いから始めた希望の光プロジェクト。私は将来こそありませんが、被災した全ての子どもたちに届くよう希望の光玉を打ち上げます。復興復旧の支援は必要と考え、赤川花火は心の支援を続けていくことを誓います。子どもたちに笑顔、未来を
希望の光が子どもたちに届きますように。